2694回始めます。5月5日、日曜日かなです。子供の日ですね。はい、明るくなりましたよ。ゴールドオンラインからまたちょっと介護のことなんだけど、これまあ数字ちょっとね、私も同じこと、もう介護のことなんかもう何回もやってるんだけど100回以上やってるんじゃないかな。けどまたね、確認の意味でちょっと数字ね、最新の数字出てるんで、平均寿命とかね、あと健康寿命とかのこと書いてあるんで、最新のね、それちょっと、読みたいなと思って取り上げました。ゴールドオンライン、ちょっとタイトルはね、私今から喋る内容とちょっと違うんだけど、違うっていうか、終日介護で疲労困憊、老人ホームの恐ろしい月額費用がのしかかるっていうことでね、老後不安の深刻化っていうタイトルでゴールドオンラインに載ってます。はい、このタイトルとちょっと私喋ることはね、だいぶずれてくると思うけども、はい、まず内閣府発表、令和5年版高齢社会白書によると、2022年国民生活調査の概況等の調査結果をもとに、世界で最も、高齢化率の高い日本における介護の実情について見ていきたい書いてありますね。まあ、この令和5年版高齢社会白書によると、日本人の平均寿命、男性 81.47 歳、女性 87.57 歳ということで、まあざっくり言うと男は 81.5 歳平均寿命、女の人は 87.5 歳、大体よ、大体、と思っていいでしょう。まあ覚えるために、この下2桁はちょっと余計だよね。 81.47、 これ 81.5 でいいでしょ、男、87.57、 この女性のね、これ 87.5 でいいよ、覚えやすく言うと、男女でやっぱり6歳違うね、約6歳、女性の方が6歳長生きだと、ほぼ、ね、まず平均寿命を覚えましょう。 81.5 歳男が、女性が 87.5 歳ということで、男女間で6歳違うよと。じゃあ、今度健康寿命ね、平均寿命じゃなくて健康寿命、男性は 72.68 歳、女性が 75.38 歳と、まあ男女の差はこれ3歳もないね、3歳もない、2.5 歳ぐらいのもんですか。まあざっくり男は72歳、もう下2桁ね、切り捨て、男は72歳まで健康寿命、健康でいられますよと、女性は75歳まで健康でいられますよということで、はい、健康寿命は年々伸びてきていますということですね。で、平均寿命、まあ伸び続けてきてるんだけども、なんと令和52年、だいぶ先だね、令和52年には今からだから約50年弱後ぐらいには、男性は86歳ぐらい近くまで、女性は92歳近くまで行くっていうことですね。だから女性すごいね、92歳近く平均寿命、今から50年後にはなるってことで、いやすごいことですよ。はい、令和52年には予想だけども、男性は86歳近く、女性は92歳近くまで平均寿命が伸びるということです。この数字ね、ここ押さえていきましょうということで、で、まあ介護の費用ね、まあこのタイトル、恐ろしい月額費用がのしかかると、老人ホーム書いてありますけど、恐ろしい月額費用がのしかかるってなってますけど、まあ私ね、本当、先日母親亡くしてね、今年、で父親はもう亡くなってるんで、本当もう肩の荷に降りたっていうかね、この介護、まあ少なくとも私の両親は亡くなってるんで、だいぶ肩の荷に降りたんでね、もう人事って言ったら、次は私だから、次は私の番だから、その時介護を
で悩むのは私の子供だったり私の奥さんだったりなんでね、私もうちょっと人事になってるんだよね。ただ、うん、これ介護の費用のしかかるとかなってるんだけど詳しく書いてないね、まあ、私今高齢者施設で働いてるんで若干詳しいんだけど、まあ男の人でも女の人でも年金それぞれ人によって違うんだけど、まあ10万以上、うん、一人で年金もらえる人だったら、うん、周りへの負担も軽い、うん、だから年金ね、まあもう、まあ、うまく言えないな、まあ、老人ホームは民間は、まあ、大体20万ぐらいかかりますよ、うん、で特別養護老人ホームは、まあ、人によって、ね、その収入にもよるんだけども、まあ、ざっくり10万から13万ぐらいだと思ってください、特別養護老人ホームは。あとはね、認知症専門のグループホーム、ここはおそらく、まあ、総額で言ったら月額15万から20万ぐらいかかると思ってたらいいんじゃないですか。はい、あとは、うん、左工事とかそういうところはちょっと安いけどもそれでもまあ10万は下らないでしょうね。はい、ということでまあやっぱりかかるね、うん、大変だよこれからね、親とか、うん、が高齢化問題直面する人ね、大変だと思います。本当大変だから払えないよ、うん、今現役世代の人、うん、自分が生きるだけで貯蓄できない人なんかたくさんいる中でね、親の介護のために例えば月3万とか5万とかもっと言うと10万とかね、費用を捻出するなんていうのはほぼ不可能だから、その場合まあね、私ね、親子の縁を切るじゃないけどね、うん、奪捨て山じゃないけども、自分の生活の方、現役世代の方が大切だから、うん、申し訳ないんですと、うん、一人暮らしさせて世帯をね、別にして完全に母親なり父親なりね、その当人を捨ててっていうのもね、ありだと思うよ。捨ててっていうのもなんだ、もう一切関わらないと、うん、私一切関わらないよと、相続も放棄するよみたいな感じで、一切手引くっていうのもありだと思うよ。私は無理だから、そんなにね、親が収入なくてね、うん、国民年金だけで5、6万だけしかも入らないとかね、例えば年金がその国民年金すらもらえないような無年金者とかいますから、世の中にはそういう人を親に持った子供とかがね、必ず面倒を 見なきゃならないっていうふうにはね、そこまで重く考える必要ないよ、うん、完全に行政なり福祉なりにぶん投げて、いやいやもう親子の縁切ってますからみたいなのもありだと思うよ。私はそれぐらいきついから、うん、親の介護とか費用捻出するなんて、うん、子供の義務、うん、もうまあまあまあね、その人の取り方にもよるけど、私はね本当に大変だと思う。私親母親月 1,2 万出すのも、私なんか手出し2万ぐらいだったかな、毎月母親の老人特養だから、それも有利な、うん、特養でも私きつかったから、うん、そんな長い期間じゃないよ、2年とか3年とかそれぐらいだったけど、きついからね、本当にね、年金少ない方を親に持った、うん、お子さんなんか大変だと思うよ、うん、月5万とか月10万なんか捻出できないから、その場合完全にもうね、行政にぶん投げて追っつけるみたいな形にするのもね、私はありだと思う、うん、ね、高齢の親と、うん、心中するみたいな形にはならない方がいいと思うよ。まあざっくり民間の、ね、費用で言ったら月額20万かかるから、老人ホーム、うん、ね、安い特養つたって、まあ、10万から15万はかかるから毎月、うん、ね、はい、ということですよ、はい、あと、まあ、グループホームで言ったら15万から、認知症専門なんだけどね、グループホームっていうのは、そうだって15万は多分かかると思うよ、うん、いろいろ考えれば、うん、ということですよ、はい、
まあ誰が面倒を見るかとかね、これね、うん、もう書いてありますけど、まあ大体がもう配偶者、もしくは子供、うん、もしくは親族ですよ。はい。うん。あとね、どれぐらいの時間介護に費やすか、ね、要介護1とか5とかによってどれぐらい違うかとなってますけど、はいはいはい。まあまあまあ、うん。私この記事でね、一番はやっぱりね、最新のデータね、平均寿命、男は 81.5 歳、女の人は 87.5 歳、ね、あと健康寿命、女性が75歳、ざっくりだけ、あ、健康寿命ね、男は72歳、女は75歳だっていう、このだから、健康寿命と平均寿命の差ね、うん、男だったら約9歳だね、9年、うん、女性だったら12年ぐらいが、いわゆる介護が必要な、うん、期間っていうことになりますね。男は大体7年、うん、かな、あ、違う、男は大体9年か、うん、9年、男性は大体9年介護が必要な期間、女性は大体平均して、12年かな、うん、介護が必要な期間、ざっと、うん、この健康寿命と平均寿命の差がこれ、あの介護が必要な時間と考えていいと思うんでね、はい、介護生活、男は9年、女は12年ぐらいあるよということで、まあまあまあ、元気なこの健康寿命のうちに、なるべくだったらね、お金とか貯めておきたいんだけども、ね、男も女もね、そうはなかなかいかないから、で子供への負担もあるし、やっぱ介護保険っていうね、ことも考えると、介護、もう子供だけ、配偶者だけでは、とても手に負えないっていうことで介護保険始まってるんだよね。うん、配偶者の方とかね、あとね、そういう要介護の対象の方がね、まあ、配偶者の方とか子供さんとかね、これから介護に直面する方いらっしゃったら、あんまり一人でね、重く受け止めないで、うん、なんなら親と縁切るとかね、縁切らないまでも、完全にね、私関係ないですよ、面倒見ませんよっていう冷たくあしらうっていうのもありだと思う、うん、自分も引きずり込まれるから介護地獄に ね、現役世代の人生台無しになっちゃうから、うん、はい、親のためにね、仕事辞めるとかそういうのはね、やんない方がいいと思う、私は、はい、大変だから、とにかく介護ね、身近に迫ってくる問題としては、はい、終わりたいと思います。はい、2694回ね、このゴールドオンラインのタイトルとは全く違う話しましたけど、これ書いてないんだよね、このゴールドオンラインの記事、タイトルがだって終日介護で疲労困憊、老人ホームの恐ろしい月額費用って書いてあるけど、老人ホームの恐ろしい月額費用、これ書いてないんだよ、この記事に、うん、これ私ちょっと一部分しかあれしな、読んでコピーしなかったのかな、これわかんないけど、うん、月額費用書いてないね。私ざっくり言いましたけど、まあかなりかかるよってことはね、これ老人ホーム20万とかしてね、20万を丸々ね、無年金じゃね、子供とか配偶者が毎月20万払う、不可能だからこれ、うん、まあ、無理だったら無理でぶん投げていいんですよ、うん、と思う私は、うん、ちょっと冷たいようだけど、しょうがないよ、抱えきれないんだからね、現役世代がね、うつとかね、自殺とかに追い込まれるよりは、ぶん投げちゃった方がいいと思いますよ、私は。はい。言葉悪いけどね。2694回終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。